味の抜け殻です。ニッチな趣味をお持ちの方、こんにちは。今回もビバリウムを作っていくんですけど、ちょっと面白いビバリウムとなります。今までともかなり趣向が違いますので、ぜひ最後までお楽しみください。それではどうぞ。はい、まずケージはレグラスフラット、この2つの動画で登場していますが、今回もこれを縦向きに使ってレイアウトをしていきます。つまり幅16センチ、奥行き40センチ、高さ22センチということですね。そして使っていくのは中に入っているような乱雑な木、どれも買った流木ではなく、おばあちゃん家とかそこら辺で拾った木です。それにプラスして今回買ってきたこのスーパー朽木も使います。購入した商品は今のところこのスーパー朽木、レグラスフラットだけですね。ビバリウム制作動画の最後に制作費を参考として載せてほしいとのコメントが来ましたので、今回そちらも織り込んでおります。さて、縦向きにして前からも見ながらレイアウトするんですが、この木を使いたいと思います。何年か前に森かなんかで拾ったままずっとベランダで放置してありました。ようやく活躍できる日が来ましたね。これとスーパー朽木を積み重ねて使おうと思ったんですけど、幅が入りません。はい、ノコギリで切ってきました。重ねてみたら結構厚すごいし、高さ高すぎるし、思ってたの違うってなったので、このスーパー朽木はボロボロに崩して床材や土台として使ってしまいます。はい、土台のレイアウトはこんな感じにしようかなと思います。今回は雑にを意識しながらミクロスケールの自然をテーマにしていきます。自然を近くから見た感じっていうことですね。落ち葉が重なった森の土壌にうつ伏せになって朽木の周りをじっくり見てみる、そんな景色をイメージして作っていきます。手前側の床材は入れる生態のためにブレンドしていくんですけど、腐葉土メインの食べれる床材です。手前と奥の植栽スペースを分けるための役割をこの朽木が担ってくれています。手前には一応最下層に赤玉土、その上に塊のスーパー朽木を点々と置きます。そして植栽スペースにはお決まりの軽石、排水槽となります。土を入れる前に木を入れてレイアウトします。こんな感じにしようかなって思っています。おばあちゃん家で拾った枯れたバラの木2本とただの枝をいい感じに配置、固定の意味も兼ねて木を置いてから床材を入れます。あと一応この枝と朽木を固定しておきます。さて、床材ですが、腐葉土、黒土を多めにミックスして、スーパー朽木、余ってた昆虫マットを少々って感じの混合用土です。森の地面の表層ってこんな感じだと思うんですよね。そして、こっから結構変なことしてるんですけど、これですね。これは木とか石の在庫を保管してたバケツに雨水が溜まって真っ黒になった液体、ブラックウォーターであります。枯れ木などのタンニンが染み出して濃縮されている水でして、これを床材に含ませてみます。なんだろう、このビバリウムには自然の不確定で不明瞭な部分を取り入れたい。っていう気持ちがあって、だから結構めちゃくちゃやっております。これが吉と出るか凶と出るか、匂いは何とも言えないけど、しっかり嗅がないと匂いはないです。床材と自然にできていたブラックウォーター、それを混ぜ込んだ特製床材を敷いていきます。ちょっと余ったやつは奥の方に少し入れちゃいます。残しても使わないんでね。これ木炭入れるの忘れてましたので、上にパラパラと適当にまぶすぐらいにしておきます。そして落ち葉です。これが大事ですので、ちゃんと惜しみなく落ち葉を入れます。そしてこれちゃんと大きめの落ち葉を使うことでミクロスケール感を出しております。ハスの花の枯れた部分や木の実、樹皮、枝なども超雑に放り込んでいきます。この雑さがね、自然味を出してくれるはずです。全然ごちゃごちゃになってくれていいです。奥の植栽スペースには赤玉土、黒土、ピートモスといういつも通りの土を入れていきます。生態は、別にこっちに潜ってきてもいいんですけど、なるべく手前の方の床材に潜ってほしいですね。はい、植物狩りに出かけましたはベランダ。こちらはシンバラリアアエクイトリロバ。意味わかんない名前してますね。かなり前に買ったんですけど、外で細々と育っているので家に招待します。お次はこちら、ネペンテスアルボマルギナータの用土。乾燥水苔から生えている謎の雑草。これを収穫して植えちゃいます。肥料とかあげてないので大丈夫なんですけど、なんていう種類かも分かりませんが、これも先ほど言った自然の不確定で不明瞭な要素だと思って招待します。さて、植栽していきます。すべて自然採取のシダ、苔を散りばめます。奥の方に石を置きたくなったので植物を避けておきますが、はいね、はい、
購入した牧歌石を入れます。入れたらいいスペースができたので、さらに土を盛ってディコンドラセリセアを試験的に植えてみます。ここでうまく育てばビバリウムに向くと判断できます。新芽のあたりの茎ら辺を少し切って植えました。フィカスプミラを木に這わせます。ここで使うのはゼリー状接着剤、黒にして正解でしたね。はい、半分できたとこで第一生き物発見ですね。ウジ虫かな、これ。あのブラックウォーターに入ってたんでしょうか。自由に暮らしてもらっていいんですけど、羽化するのはやめてほしいですね。さて、腐葉土を使ってるわけなので蓋を加工する必要があります。ガラス蓋で湿度を保ち、その隙間にはフィルターを取り付けたいんですよね。プラダンをカットして中をくり抜いてフィルターを貼って、それをガラス蓋に貼り付けます。結構雑な作りになっちゃいました。別にレイアウトは雑でいいんですけど、こういうところはしっかりやってほしかったですね。また作り直すかもしれません。ここで手を抜いたら小林地獄が待っているかもしれないので、一応隙間はない作りにしたはずです。まあ蓋の支えとの隙間がちょっとあるんですけどね。まあなったらなったで頑張るだけです。家の中で腐葉土デトックスしてたので、こんな大量に家に入れてしまうのは少し恐怖感がありますね。さて、蓋もできたということでビバリウム完成です。かなりいいですよね。なんか秋っぽくて今の季節にぴったりのビバリウムができました。早速生態を導入していきましょう。最初の住人はレボ入りゴミムシ魂。6匹いたのですが、1匹落ちてしまって、今は5匹です。相変わらずおもちゃみたいな動きしてて面白いですね。外から拾ってきた地衣類をむしゃむしゃと食べて暮らしています。この後数日後、梨を入れてみたら普通にかじってましたね。お次はマクラギヤスで、名前はその見た目から来ていて、規則正しく並んだ線路のマクラギのような見た目をしています。僕、日本のヤスデの中でもかなり好きな部類で、そこら辺に結構いるので、この中に招待してあげます。今のところまだ2匹ですが、外で見つけるたびにこのビバリウムに追加したいと思います。不思議な生き物ですよね。ジブリに出てきそうな。大きさは最大でもこんぐらいです。お次はメイン生態のこの子、アフリカイエローレッグミリピード。またヤスデですが海外産です。お迎え動画もありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいんですけど、何も問題なく腐葉土プラケースで飼育できています。5匹いますので移していきます。繁殖してほしいですね。かなりパワーはある気がしますが、このレイアウトなら大丈夫かなと思います。最後にこちら、タイさんの名前不明の玉ヤスで、可愛いですねやっぱり。でもですね、お迎えから数日後すぐに1匹死骸の状態で見つかってしまいました。1匹だけになってしまった。アフリカイエローレッグミリピードのケージの中に一緒に入れてたんですけど、早すぎますよね死が。輸入からずっと餌が違ってて、餓死したのか群れてたのか土壌が合ってなかったのか、まあ、環境の問題だったら一気に2匹とも死んでたと思うんですけど、どうなんでしょうか。わからないことだらけですが、このビバリウムで暮らしていってくれ。ヤスデには向いてるから、玉ヤスでも喜んで受け入れてほしいところではありますが、どうなることやらということで、みんな導入が終わりました。4種類の奇妙な虫たちが暮らす森の地面ビバリウムが完成しました。今後気に入ったダンゴムシやワラジムシとか面白い個体がいたら追加したいと思います。いろんな要素入ってるので、ビバリウムとしての成長も楽しみですね。チャンネル登録、高評価、温かいコメントをよろしくお願いします。 X のフォロー、メンバーシップの登録もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。